分の国の開催ですごい周りの人が日本日本って言って応援してくれたのがすごい力になりましたし、走り的にも自分は突っ込んでもう1位で渡すぞぐらいの気持ちで走れたので、それが良かったかなと思います。やっぱり最大目標としては東京オリンピックで個人リレーと出てファイナルに残ることなので、その個々の力というのをどんどん上げていって東京オリンピックにつながるように頑張っていきたいなと思います。バトンも練習ではすごくコミュニケーションを取ってできたので、女子の短距離にこういう面をつなげていって東京オリンピックに向けて頑張れればなと思います。今回世界リレーに出場させていただいたので、それをまた、次につなげれるように、国内の試合でもトップを目指せるように頑張っていきたいと思ってます。純粋に嬉しく思いますし、この先をしっかり目指せるんだっていうのを自分で身に染みて感じたので、次に向けて頑張りたいと思います。出せたことは、すごく嬉しかったです。最大の目標としては東京オリンピックなので、そこに向けて一つ一つの大会を着実にクリアしていって、個人での課題も多く残るので、そこをクリアして、オリンピックに出場して決勝の舞台で走れるように頑張っています。